ロシアワールドカップのベルギー戦での最後のフリーキックは決まったと思いましたが、またその後のコーナーキックの狙いは何だったんでしょうか。あれもカウンターにつながった要因だったと思います。まあ結果論ですね。あれ、あのコーナーの狙いはって言いますけど、あのコーナーの狙いでコロンビア戦はしてますからね。同じようなボールを蹴って、まあキーパーにキャッチされて、結果的にはね失点につながりましたけど、まあもう終わったから何言っても仕方ないですけど、狙いはそういう狙いでしたね。もちろんアシストするつもりで、蹴ってますよ。